こんにちは、この花の寒月です。今日は後ろ姿が華やぐアイリスリボンをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでいきます。今日使います帯は、長さ4メートル、幅が16センチのものを使っていきます。はい、いつものように手先を半分に折って、だいたいご自分の手幅いっぱいぐらいですね、50センチから60センチぐらいのところです。はい、で肩に預けて、いつものように手で押さえて矢印になるように、ここですね、形を作ってください。はい、そうしましたら2周巻いていきます。はい、帯を巻いてきましたら、ちょっと一回締めますね。ここで帯をギュッと一回締めます。はい、垂れ先になる方も折り返しますね。はい、手先を一結びします。はい、ギュッと結んでください。はい、今日もゴムの仮紐ですね。今回ちょっとよ、40の仮紐を使っていきます。はい、ご自分の前で仮紐を結びましたら、結び目を背中側にゴムを手前に持ってきます。はい、そうしましたら今回は垂れ先の方ですね、半分に折っていただいて、はい、ゴムの一番手前を残して通しますね。輪っかを作ります。はい、そうしましたらここに先ほど下に下ろした手先ですね、これをこの輪っかの中に通します。これがリボンになりますね。上に乗せるリボンです。はい、でここで垂れ先をギュッと引っ張ってあげて形を作りますね。はい、そうしましたらあとは垂れ先を畳んでゴムの中に挟んでいきます。はい、ここですね、挟んでいきますね。こういうふうになるように折っていただいて、はい、挟みますね。そうしましたらあとはバランスを見ながら広げてあげてください。はい、こちらで帯は完成です。はい、そうしましたらいつものように帯をですね、脇をしっかり持っていただいて回します。はい、ゴムを一度グッと持ち上げて、はい、結び直していただいて帯の中に入れてしまいます。はい、帯板を入れますね。はい、帯板を入れたらこちらで完成です。大人かわいい帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。